宇宙探査機、宇宙探査機、宇宙探査機、英語、スペースプローブは、探査機の一種で、地球以外の天体などを探査する目的で、地球軌道外の宇宙に送り出される、宇宙機であり、ほとんどが無人機である。宇宙空間そのものの観測、太陽風や磁場など、あるいは、惑星、衛星、太陽、水星、小惑星などの探査を目的とする。現在は、 技術の限界から太陽系内の探査にとどまっているが、遠い将来は太陽系の外へ探査機を飛ばすことを考える科学者もいる。人類の宇宙探査は人類にとって最も身近で実際に距離も最も近いガツから始まった。人類の月への興味は古くから物語、竹取物語などとして語られており、産業革命以降の急速な技術発展が 人類の知的好奇心を満たすべく宇宙探査機を直接地球外の天体の周囲もしくは天体表面に送って調べることができるようになったのである。人類史上初めて地球以外の天体を目指した探査機はソビエト連邦のルナ1号である。ルナ1号は月に初めて接近し本来は衝突させる計画であったが軌道を外れて月をかすめるコースをとり そのまま太陽を回る人工惑星となった。次のルナ2号は人類史上初めて月面に到達、衝突に成功した。さらにルナ9号で月面への難着陸を世界で初めて成功。着陸したのみで研究成果は少なかったが、初めて他の天体に着陸を果たした功績は大きい。さらにルナシリーズは続き、ルナ16号は 月の土壌サンプルを無人探査機で持ち帰り、ルナ17号は無人月面車、ルノフォートを走らせ、様々な調査を行った。一方、冷戦の中で宇宙技術がソ連に遅れる形となったアメリカ合衆国は激しく対抗し、宇宙開発競争が行われることとなった。アメリカはパイオニア計画、レインジャー計画を皮切りに、サーベイヤー一号を月面に南着陸させ、 次々に無人探査機を送り込んだ。1960年代に友人のアポロ計画に挑み、アポロ11号によって、ついに人類を月面に送り込んだ。失敗した13号を除いて17号まで、延べ12人が月面を歩いた。ソ連も友人月旅行計画があったものの、大型ロケットの開発失敗によって頓挫した。内太陽系の宇宙探査も、月面探査競争と、 平行し、主にベースを中心として行われた。アメリカはマリナー探査機を用い、金星、水星、火星に接近して写真撮影を行った。また火星にはバイキング1号2号を連続で着陸に成功させ、火星地表の写真を撮影したほか、様々な調査を行った。一方のソ連は金星にベネラ探査機を送り込んで難着陸に成功し、 初めて金星表面の写真撮影に成功した。また、金星の温度、気圧などを測定し、その環境を世界に知らしめた。同時期に、火星にはマルス3号を送り込んで、南着陸に成功したが、大規模な砂嵐の真っただ中に着陸したため、20秒後に信号が途絶え、失敗した。1990年代後半から、 アメリカは再び火星探査を開始した。まず1997年にマーズパスファインダーが着陸に成功、地上のデジタル写真撮影のほか、岩の成分分析を行った。1998年にマーズグローバルサーベイヤーが火星周回軌道に乗って詳細な地図作りを開始した。1999年到着予定のマーズサーベイヤー99は軌道投入に失敗したが、 2004年にスピリットとオポチュニティの2機が着陸に成功、火星に海があったことを示した。2012年にはキュリオシティが着陸に成功し、生命を保持できる可能性について調査を行っている。1990年代後半には日本や欧州なども惑星探査に本格的に進出した。日本の宇宙航空研究開発機構は、 火星探査機、望みを送るものの、バルブの開放不良による、水力不足に橋を発し、それをリカバーするための運行の長期化によるトラブル、等により、最終的に火星周回軌道への投入を断念、人工惑星となった。二0 1年六月には、金星探査機を打ち上げ、同年十二月に予定されていた、金星周回軌道への投入は失敗したが、2015年12月に、 行った再挑戦が成功し、2021年までの予定で周回軌道を回りながらの観測を実施中である。また、欧州宇宙機関と共同で水星探査機、ベピコロンボを送る予定となっている。欧州も火星探査機を投入している。マーツエクスプレスは2003年末に火星周回軌道に到達し、数々の成果を上げたが、 火星表面への着陸機投入には失敗した。インドは2014年9月にマーズオービターミッションマンガルヤーンを火星周回軌道に投入することに成功し、アジアで初めて火星探査機を成功させた国となった。火星より遠くの宇宙探査はもはやアメリカの独占状となった。パイオニア10号11号とボイジャー1号は立て続けに木星と土星に接近し、 写真撮影を行った。そして次のボイジャー2号は、木星、土星を撮影、調査した後、天皇星、海洋星を初めて探査した。これらの調査により、木星、天皇星、海洋星にも土星同様に、感が確認されたほか、ボイジャーは、数々の衛星を撮影した。これら4機の探査機には、いずれ他の太陽系に届くとの希望を込め、 異星人宛のメッセージが積み込まれている。できる限り地球独自の習慣によらず科学的に来歴を明らかにする工夫が凝らされているが、パイオニア10.11号に積載されたメッセージ板に刻まれた男女の裸体のイラストをも含めてこれらの異星人宛のメッセージをめぐっては様々な議論が交わされた。ボイジャーが海洋性軌道を越え恒星艦探査計画に転換すると アメリカは再度木星を目指し、ガリレオをスペースシャトルから発射した。木星に到達したガリレオは、木星大気中に探査機を投下し、大気圧で押し潰されるまでの数十分間にわたって、地球にデータを送信した。一方ソ連の消滅によって、宇宙事業すべてを引き継いだロシアは、宇宙探査を行う余裕はなくなっている。アメリカはさらに、 欧州宇宙機関と共同でカッシーニを打ち上げ土星に接近した。さらに衛星タイタンに探査機ホイヘンスプローブを投下し着陸に成功した。ボイジャーが唯一探査を行わなかった冥王星やさらにその外側に広がるエッジワースカイパーベルトに向けても2006年にニューホライゾンズを打ち上げ冥王星には2015年に接近して探査を実施した。なお、 冥王星星星が、惑惑かかららに変更されたののは、打ち上げから約半年後のことである。20世紀終盤まではアメリカの独占上だった外惑星探査にも1997年既に豊富な実績のあるアメリカとの国際協働という形であるが土星探査機のカッシーニによって欧州宇宙機関の本格的な惑星探査への参入が始まり 遅れて、同様に、日本の宇宙航空研究開発機構も、アメリカ、欧州との3機関国際共同プロジェクトとして、2020年頃の木星圏探査キラプラスによって、外惑星探査に参入する予定である。1986年に、ハレー彗星が地球に接近することを契機に、欧州宇宙機関、ジオットや日本の宇宙科学研究所、先駆け、彗星が、 本格的な宇宙探査機を送り込むようになり、ソ連も水星探査機ベガ1号2号を送り込むことになったが、アメリカはハレー水星専用の探査機は送り込まずに、欧州宇宙機関と共同で運用していた太陽系探査機アイスをハレー水星に接する軌道に乗せ、3カ国一地域による共同観測が行われた。これらのハレー水星探査機群はハレー艦隊と呼ばれた。 その後アメリカはディープインパクトやスターダストなどを彗星に送り込み、それらの成果も上がりつつある。ガリレオが1991年と1993年に小惑星帯を通り抜ける際、それぞれガスプラトイダーの撮影を行い、映像を送ってきたのが最も初期の小惑星探査である。本格的な小惑星探査は百九十六年二月に打ち上げられ、 1997年7月にマティルドへ接近、2000年2月にエロスへ到達した NER a シューメーカーが最初である。それに続く日本のハヤぶさは2003年5月に打ち上げられ、2005年9月にイトカワへ到達し、2010年6月に地球へ帰還した。また、アメリカ合衆国でも同音探査機がケレス、純惑星とベスタを 目指して2007年9月に打ち上げられた。さらに、ニューホライズンズも、冥王星に向かう、途上の小惑星帯で、APL の撮影を行ったほか、ケンタウルス族に属する、クラントルの探査を行った。なお、小惑星からのサンプルリターンに関しては、地球に帰還した、はやぶさが試みており、微細粒子ではあるが1500個以上のサンプルが、 回収できていることが確認されている。サンプルリターンは計画中のオシリス・ハヤブサ2の両探査機でも予定されている。1990年代に入り、日本が次々と月探査計画、起点、1990年、LUNARA 計画中し、家具や2007年から2009年を発表、実施し、欧州スマート1、 2003年から2006年や中国、ジョーガ1号2007年から2009年やインド、チャンドラヤーン1号2008年から2009年も独自に月探査機を送り込むこととなった。中国はジョーガ3号2013年で旧ソ連アメリカに次ぐ月面南着陸と無人月面車、玉都号の稼働に成功した。アメリカも月の資源探査や有人基地化と、 火星友人探査への布石などから数多くの月探査機を送り込むようになっている。また、グーグルとエクスプライズ財団が民間での月探査に賞金を設定している。最初の本格的な協力体制は、ハレー水星探査の時に行われたハレー艦隊を参照。その後は大規模な国際協力はなかったが、2007年3月4日に京都で行われた 国際宇宙探査戦略に係る京都ワーショップにおいて2007年以降の月探査も含む今後の太陽系探査についてワークショップに参加した14の宇宙機関により国際協力体制を早期に構築することが確認された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。